どうも、サソリくんという名義で YouTube 活動をしているものです。よろしくお願いします。今回はこちらの生き物の動画なんですが、皆さん何かわかりますでしょうか？正解はこちら、テキサスジャイアントビネガロンの赤ちゃんです。テキサスジャイアントビネガロンは以前アダルトの個体を飼育してて、繁殖も視野に入れて長期飼育を考えてたんですけど、残念ながら死んでしまいました。そこからまあまあ期間が空いて、珍しくベビーが販売されてたので購入しました。ビネガロンは日本の南西諸島あたりにも生息してますが、本種の幼体は国内の種と比べて触手が赤いのが特徴で、見た目ですぐにわかります。本当はお尻にムチ状の尾節というものがあるはずなんですが、この個体は切れちゃってますね。まあまだ小さいので脱皮によって再生するでしょう。ビネガロンといえばお尻から酸を出すことでも有名です。この防衛行動はしばしば酸を噴射するとか毒ガスをまくといった感じで表現されます。しかしこれらは適切ではなく、実際に酸が出る様子を見ると尾節の根元から液体が水鉄砲のようにピューッと2本線で出る感じで発射されます。こうやって動きを見てると結構遅いですよね。よくこの動きで外敵から生き残れるなと個人的には思うのですが、もしかしたらこの酸が相当役立ってるのかもしれません。このビネガロンは去年の10月に購入して、しばらく梱包されてたそのままの入れ物で飼育してました。しかし約半年が経ちまして、そろそろ汚れてきたのでリニューアルしてあげたいと思います。ビネガロンの飼育環境を整えるにあたってなんですけど、湿度をどうしたらいいかよくわかんないんですよね。ネットで検索したら、乾燥した場所にいる画像と湿った場所にいる画像のどっちも出てくるので、どっちって感じです。以前飼ってたアダルト個体は飲み水は結構飲んでたので、それは必要だってわかるんですけどね。もしね、適切な湿度を知っている方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。はい、というわけで喋ってるうちにセッティングができました。それでは声帯を入れます。ビネガロンはめちゃめちゃ成長が遅いみたいで、長い目で見守っていくことになると思うんですけれども、しっかりアダルトまで育てていきたいと思います。というわけで今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。